はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。幸子様、京子様、富田様、村山様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。ありがたくですね、なるべく早くチラシ送らせていただきます。東京であればどこでもいいです。ご自分がやりやすい場所にばらまいてください。よろしくお願いいたします。引き続きですね、ポスティングボランティア様募集、ご支援募集、メール当院様募集、であります。動画説明欄もっと見るか、私のツイッターからご応募ください。よろしくお願いいたします。今日は豊島区のですね、環境清掃対策調査特別委員会でした。やってまいりました。まあまあこんな感じですね。私がどこにいるか分かりませんよね、動画じゃね。メール当院の方には画像を送りますんで、どこに行くかな、靴だわ、見つけてみてください。自己都合で、っていうのは参院選立候補予定ですんで、残り少なくなりました豊島区議会議員の任期ですけど、まあ手を抜かずやりましょうね。プラゴミ分別の区の取り組みについて、新しいこんな取り組みしますみたいなことを、説明受けました。我々が必死こいて頑張って 50% 削減するよりもですね、プラゴミも二酸化炭素もそうなんですけれども、中国経済を 1% 弱らした方が断然楽で効率的であります。中国が出しているプラゴミを 1% 減らしたら、我々日本国が出しているプラゴミの5割削減と同じ量っていう、驚くべきですね。つまり中国は日本の50倍出してやがる、プラゴミを。で、不買って手段が お手軽ですかね、我々にできるとしたらね。なるべく中国製品は買わない、なるべく中国と関わってる日本企業の製品は買わない、イオンとかね、そんな感じがお手軽ですかね。それやって中国経済 1%、弱らすことができたら半減させたのと同じであります。まあそんなこと考えながら説明聞いておりました。理事って課長とか部長のことなんですけれども、20分もね長々説明した後にですね、お決まりで、雑白ではございますがこれで説明終わります、って言うんですけど、全然雑白じゃねえのね。丁寧に丁寧に長々説明して、全然雑白でねえんだから、その決まり文句やめろよなんて思っております。まあ人気少ないですけれども、新党国盛愛知選挙区に立候補予定だった山下俊介さんの公認取り消し放逐、まあ除名ってことなのかな。原因はですね、山下さんが帰化一斉候補擁立に異を唱えたため、私は反対です、って言ってたら、じゃあやめてもらうがというようなことになったらしいであります。ただでさえね、埋葬文化の違いで、めんどくせえ宗教の日本人の血が全く混じってない帰化一斉を公認しといてよ、それに異論を唱える日本人の候補を放逐ってね、つまり山下さんよりも、日本人の山下さんよりも帰化一斉の候補を優先したと。これ異を唱える人がいたら、帰化一斉の方の公認やっぱしやめっかっていうこともできたんですから、帰化一斉と山下さんを天秤にかけて、山下さんを切り捨てることにしたと。新党国盛はね、でもってね、公約に堂々と移民政策絶対反対なんて書いたんだから、やってること真逆じゃんね。政治家は言ってることよりもやってることで評価してください。この人らね、無邪気な日本人を騙す気満々の大嘘つきなんすかね。大嘘つき、無邪気な日本人を
移民絶対反対という言葉で騙して全然真逆なことやってる、機械一生と日本人を天秤にかけて日本人の方を切り捨ててるでね、お嘘つきだな、いやはや、これは無抵抗で殺されるって内容の9条をですね、平和憲法って言っちゃう共産党並みの嘘つきだなって私思いました。すげえ嘘つき、何そのあの移民政策絶対反対って。まあ自民党もですね、ウイグル人のやっぱりあの機械一生を公認して擁立してんですけど、まあまあ自民党は公約では移民政策絶対反対とは書いてねえからね、書いてねえからね、公約に書いといて何そのあのざまは、呆れちゃいました私。白川の水の清きに耐えかねて元の田沼の濁り懐かしで、これあの江戸時代の川柳ですけど、これのギャグバージョンだな。絵がとっても浮かびました。濁った沼が、くせえ水をたたえた沼が、清い魚に耐えかねてべって吐き出したって映像が頭に浮かんじゃいました。私は、あとですね、なんぼそれを言うとあの人はいい外人なんでヒューなんていう擁護者が現れるんですけどね、そういう情緒的感情的なのやめろって、政治なんだからさ、性善説で散々苦労してんのが今の日本でしょう。で、機械一世なんて漏れなく一族老党と面倒くさい宗教がくっついてくんだから、なんでわざわざそんなの抱え込まなくちゃいけねえんだ、それを日本人の候補とはがりにかけて日本人を切り捨てるってどういうことだ、もうあぎれっちゃってあぎれっちゃって、大嘘つきの売国政党であると断言しちゃいますよ私。東京選挙区でも安藤さんって人出んのかな、この人もですね、まあ共同代表って肩書きになってましたけれども、俺だったらね、あの機械一世擁立するような売国政党なんかにいられっかっつって離党してきちゃうな、やめまーすっつってね。でもね、この安藤さんって方共同代表ってなってたから、ひょっとしたらやらした方がもしんないですね。機械一世を擁立した、機械一世を優先して日本人を切り捨てた、やらせた方かもしんないですね。まあ共同代表って肩書きですからね。立憲民主党、物価高に対処していないから不信任案ブリブリって言って内閣不信任案国会提出しましたけれども、シェイシェイ幹事長、物価上がってないけど選挙目当て逆効果じゃないと言ってしまいました。ネットの反応です。とりあえず出しとけか、不信任案のバーゲン店、とりあえずニュースにはなるから、これ以上厳しくなりようがない。選挙がこれ以上厳しくなりようがないから何やってもいいということなんだかな。乱用しすぎて誰も気にしてない。まあ不信任案なんてね、あの必殺技とか殿下の宝刀みたいなもんだったんですけどね、昔は。毎回毎回国会あるたび出すから誰も気にしてねえな。支持者向けアピール、衆院解散してほしいんだろな。不信任案出されたらそうがっつって、じゃあ解散な、打って出ることもできますね。不信任案真に受けて衆院解散してしようもんならね、騙したなブリブリとか、大義なき解散ブリブリとか、まあ盛大に漏らしちゃうでしょうね。まあ今までの事例から言うと、大義なき解散って言うんですよ。自分らは都合悪い解散は、とりあえず大義なき解散って言っとけーみたいな。そうするとテレビも新聞もそれ取り上げてくれて、
盛大にそう洗練してくれますから、我々は踏ん張るぞ、意味深。そういえば、とうとう現実が身に染みたのか、野党共闘で政権交代って言わなくなりましたね。今の立憲の勝利条件が野党第一党支主だって、野党で一番多い党を支主、まあ維新に抜かれたくないっていうのが勝利条件だそうであります。政権交代よりもだいぶ下がったけど、まあ維新に追い上げられてますもんね。少なくとも維新は漏らさないからな漏らしませんからな。なんやかんやで勢力拡大諦めて現状維持最優先に目的を大転換しましたね。現状維持もしくは微減、ダメージを少なくみたいな、退却ではない転身だブリブリって言ったとこかな。まあ目先の選挙に目くらんで共産党と組んだりしたせいで、まあ全部自業自得なんですけどね。連合からの支援と赤旗売り上げ激減の立憲と共産を痛めつけるためにね、まあお金ないだろうから自民党よりも、毎月衆院選やったらいいんだねえな、毎月解散して、毎回大義なき解散ブリブリって言われても全然気にしねえで、したらね5回目ぐらいでお金が尽きて両方とも殲滅できるって思いますけどね。というわけで最新政党支持率関係教養 TBS 調べ、これは本物の戦争難民であるウクライナ人女性20代に取材と称して TBS 社員が関係を迫った、今ウクライナ大使館で調査中だって大事になっちゃったよこれ。自民 38.0% プラス 0.7、 維新 5.0 プラス 0.5、 立ちぐそ 4.6 マイナス 1.0、公明 3.3 マイナス 0.1、 共産 1.7 0、民民 1.4 プラス 0.3 ということで、立ちぐその一人負けですね。ブリブリしちゃうな、漏らしちゃうなこりゃな。やっぱり脱粉事件が結構響いてんのかもしれないですね、イメージ的に。公明マイナス 0.1、共産0は岩盤ですね。なんか安定してますね。今残ってる信者たちはぶっこしない限り信仰捨てないか。公明マイナス 0.1 前月比なので、まあ一月で 0.1% 10万人がぶっこかっていうと、まあそうでもなく誤差の範囲でしょうね。同調査で岸田政権の貯蓄から投資についても聞いておりました。投資しない 40%、 投資に回す金なんかねえわ 34% ということだそうでございます。ネットの反応です。政府がギャンブルを進める国、こんなん金持ちできんわ、どんだけ金かかると思ってる、減税するから浮いた金で株買ってくださいぐらい、いえボケ、株を全く保有してない総理に言われても配当増税するって言ってなかった？キッシー素でバカだしまずは外国にばらまくのやめろ、そうだ外国人の生活保護とかもやめろ、それからだ、配当増税したい企業は配当より賃金上げて1億総株主、これ全部岸田政権のありがたいお言葉なんですけど、この動画をご覧になってるエリートの皆様はこの発言3つどうおかしいかすぐわかりますよね。矛盾してるって、マジモンのバカにしかこういう真逆なことしれっと言えんわね。つい昨日はですね、海外観光客が来れば円安が追い風とか言ったらしいんですけど、バカ総理、その前にですね、コロナの感染症指定2類から下げておかないと大混乱になると思うぞ。バカでわかんないだろうけど、熱があった、検査した陽性だった、2週間隔離、海外から来た人全員税金でそれやんなくちゃあんね、どうすんの、大混乱になるよ、って思うんですけど、まあバカだからわかんねえだろうな、こんなこと言ったらバカって思われるんじゃないとかと思わないバカが声がでかくて強いっていうバカ最強説は昨夜の動画でご説明いたしました。本来ならですね、預金を銀行が融資したり
まあ融資っていうのもリスキーですからね、自己破産されたり逃げられちゃったり、市場、株式市場にぶっ込むといったリスクに投資してですね、預金の金利を上げる努力するもんですけど、過保護な法人は国債買って利ざや稼ぐことしかしねえから、無能でしょうもない。本当は我々庶民の代わりに銀行が投資して増やすんですよ。で、預金金利というのでお返しするんですけどね。他の国は。法人はそういう能力全くねえから、しょうもないっすね。本当にしょうもない。で、誰うんこしたの？怒らないから言ってごらん。立ち草の皆さんは。あと TBS は、本物の戦争難民女性に関係を迫るのをやめろと。何やってんだと。私、記者会見、参院選の告示前に立候補しまーすって、記者会見やる予定なんですけど、その時に TBS 来てたら、聞いてみようかな。どうなったあれ？って、ま、聞いてみようかなって思っております。というわけで、メール党員様、ポスティングボランティア様、ご支援、大募集中であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。